の観測。これが雪氷圏。氷や雪、氷河などの形で氷が一年中溶けないこの場所には人による探索が難しいから未だ謎が多く残っているんだ。雪氷圏は地球の気候を左右する気候システムにとても重要な存在なんだ。ここを計測装置で観測することで僕たちの地球の気候を見守ることができるんだ。雪氷圏は最近地球温暖化によって氷が海に溶ける速度が加速しています。これによって地球全体の気候が左右されるわけですから、この異変は人類にとってとても深刻な問題です。我々科学者は雪氷圏の観測を通じて氷が溶け出す場所や速度を注意深く観測しています。北極や南極でその場で観測するのは大変難しいのです。そのため宇宙からの遠隔観測は地球温暖化や世界気候の研究にかけがえのないツールとなっています。宇宙から計測機器を使って観測すると以下のことがわかるんだ。氷河の排水量と密度。氷河は地球全体の気候を安定化させる役目を持っているから地球の気候に敏感に反応して地球環境の指示器になるんだ。このため氷河を観察すれば地球環境の健康状態について深く知ることができるよ。例えば氷河のカービングが多ければ氷として溜まっていた水が海洋に流れ出し世界中の海面水位が上昇することになるよ。氷河の状態によって電波は様々な反射の仕方をするからレーダーを使うことで氷河の溶け出す量を正確に測ることができるんだ。海氷の濃度。海氷は海と比べてより多くのエネルギーを放射するから計測装置を使えば比較的簡単にこれを見分けることができるんだ。積雪と積雪水量。真っ白い雪は太陽エネルギーを反射して地球の温暖化を和らげる効果があるから雪原の広さは気候モデルに重要なパラメーターなんだ。積雪水量は雪や氷に含まれている水の量で水文学のモデルに重要なパラメーターなんだ。海氷の厚さ。レーダーやライダーは電波や光線を地上に送って反射が戻ってくるまでの時間を測る計測装置なんだ。信号が戻ってくるまでの時間が地上までの距離を決定するんだ。海氷にこれを使うと海面との高度の差を測ることで氷の厚さを測ることができるんだ。氷の薄いところや厚いところを見つけることで船をうまく誘導することができるんだ。雪氷圏の観測は世界の気候を理解するためには欠かせないことなんだ。太陽エネルギーに関係するよ。太陽光が雪や氷に当たると約 90% のエネルギーが宇宙へと反射されるんだ。温暖化で雪や氷が溶けてしまうと地球はより多くの太陽光を吸収してしまいより暖かくなってしまうんだ。氷が溶け続ければ中に閉じ込められているメタンガスなどが逃げてしまう。メタンガスは二酸化炭素よりずっと効果的な温室効果ガスだから地球の温暖化がさらに加速してしまう恐れがあるんだ。最新の研究結果によると現在の状況が続いてしまえば数十年後には北極の氷がなくなってしまう恐れがあるんだ。